にちは。フランス語講師のミワです。フランス文法解説ビデオ第51課のレッスンを始めます。よろしくお願いします。タイトルは、サンコンテアン、セトゥスキレム。この文は一見簡単そうですが、後半の4語、スキレムはどう和訳すればいいでしょうか。まずは、第51課の学習目的を確認しましょう。大きく分けて2つあります。Elle est magnifique cette calligraphie. C'est ce que j'aime dans la culture japonaise. C'est toi qui l'as faite? Non, c'est mon mari qui l'a réalisée. Ah bon? C'est ton mari français qui a écrit cet idéogramme compliqué? Oui, il adore ça. D'après lui, c'est la calligraphie qui lui permet de se concentrer le mieux.Je vois ce qu'il veut dire. On n'a qu'une seule chance pour réaliser une calligraphie. Les pronoms collatifs, ce qui, ce que ou ce dont. 関係代名詞、ce qui, ce que, ce dont です。これら3つは、これまでに学習した単語一語の関係代名詞、qui、que、dont の前に、それぞれ、すという、それを意味する、指示代名詞が来ているという構成ですが、文法的にはこのすが関係代名詞の先行詞と言えます。彼らは物、き、く、どんにとって変わり、日本語では物、ことと訳すことができます。という直訳です。主語のいるが指すものはテーマとなっている3つの関係代名詞ですね。ここでのポイントは、すき、すく、すどんはいずれも、何々な、もの、こと、と和訳できるということであり、先行詞のすが、ma femme aime ce qui est à la mode。私の妻は流行しているものが好きです。という意味ですね。文末の4語、est à la mode は、流行している、流行っている、を表す熟語で、先行詞のすは関係施設における主語ですから、すきが使われ、直後に動詞が来ています。次にご紹介する表現は、人に何々するのを可能にするという意味の熟語で、こちらも大変よく使われます。例文が2つあり、次に見ていただくのは、一度何々したら、すれば、という意味の表現で、こちらも覚えておくと表現の幅が広がるので便利です。最初の2語は、一回を意味する、une fois。そして、後ろに、participe 保護です。そして、don の場合、すが取って変わるものは、前置詞 du プラス名詞です。これらの文法的特徴をしっかり掴んで、早速、会話や筆記に取り入れましょう。そして、関係代名詞を用いた強調構文。